はいどうも。階段探偵 VTuber の影の像と申します。VTuber スタイルから来てくださった方ありがとうございます。VTuber スタイル未視聴の方はぜひご購入いただいてそちらのコラムもご一読いただけましたら幸いです。えー、さて今回はバーチャル博多っ子の舞鶴よかとさんからお伺いしたお話です。よかとさんがらない怖がりでして怖い話はないけど不思議な話やったらと言ってお話ししてくれました。 皆様、YouTube はよく見られますでしょうかま、あ、この動画をご視聴いただいている時点で答えはイエスやと思うんですけど、僕も日中ずっと BGM 代わりに聞いたりするんですけども、中には皆様に直接害を与えるような動画もあるかもしれませんよ。こんな感じに。よかたさん、YouTube で動画を見るのが好きでして、まあ、VTuber に限らず本当に何でも見るんですって。 で、その日はなんとなく2チャンネルのまとめ動画を見たんです。ゆっくり実況みたいな声で2チャンのスレッドをひたすら読むような動画なんですよね。僕も時々見たりするんですけど。で、動画って見終わると他の関連動画に飛ぶじゃないですか。よかとさんその時は怖い話のまとめ動画に飛んでしまったんです。ただねその時は作業用 BGM 程度にしか使ってなかったんで、怖いのは苦手なんですけども、まあたまにはいいかとそのまま見ることにしたんです。 作業に集中しちゃえば内容もそこまで気にならないですし。で、その動画の内容は深夜徘徊するから写真をアップするみたいなスレッドやったんです。普通にスレ主がブラブラと夜中の街を写真を順次上げていくようなそんな内容でして、ホラーっぽさは全くない。スレミンもね、はじめは穏やかにコメントしていたんですが、一人のコメントで状況が一変するんです。一番目にスレ主が上げた写真、 ガードレールの奥に子供映ってない。そんなコメントが無機質なボイスロイドによって読み上げられる。スレナイの時刻は夜中。そんな時間に子供が一人で外にいるとは思えない。スレミンが一枚目の写真を確認すると確かに子供の顔のようなものが写ってるように見える気がする。改めて確認するとね、他の写真にも全部変なもの写ってるんですよ。 それは子供の顔であったり、どう見ても人の腕が映ってたり。スれないの文字がね、にわかにざわめき出すんですよ。なんやこれは。するとね、スれないの一人が突、まあ、いわゆる現場に突撃しますって名乗り出たんですよ。これ、丸〇県のバツバツよな。俺地元やから明日の昼間に行ってみるわ。反射とかの具合で変なもんに見えてるのかもしれへんし。そんな書き込みに、 スレミンたちはさらにヤンヤンやんと盛り上がりを見せたところで、そのスレは一旦そこで終わったんです。よかトさん、この行方が気になって、作業をそっちのけで動画見入ってしまったんですよ。ただの写真の写り具合によるものなのか、それとも、ドキドキしていると動画内では次のスレの内容が読み上げられた。昨日ウップされた心霊写真の現場に突宣言したんやが、やばいかもしれん。 昨日トツを宣言した奴がすれ主として立ったらしいタイトル。そしてすれ主が焦ってるのが書き込みから見て取れたんです。スレ主の書き込みにはこうありました。早速昨日の写真のところに行ってきたんやけどやばい。昨日子供らしいものが写ったガードレールに新しい花が備えてある。スれ主続けるんです。花と一緒にお菓子が備えられた。 おかしってことは多分、子供が亡くなってる。そして、これが現場の写真って書き込みとともに、画面に写真が映し出された瞬間、ヨカたさんの部屋の電気が音もなくフッて消えたんですよ。あまりのタイミングの噂さに心臓がドーンと跳ね上がった。ヨカたさんの部屋の電気って、壁のスイッチを押すか、リモコンで消すかの二択なんですけど、どちらにせよね、消すときにピッ って音がするはずなんですでもその時は無音で電気が消えたんで死ぬほどどいてその日は YouTube を掃除して作業もほったらかして頭から布団かぶって寝たんです翌日起きて部屋を見回しますが特に何も変わったところはない怖さも喉元す過ぎて明るいのも手伝うと昨日のは偶然かなと思えてきたそうなるとね昨日の動画の続きが気になってくるんですよなんで恐る恐る動画の続きをね見てみたそうなんです パソコンのモニターに映し出されるに2ちゃんの文字列そして機械音声でその文章が読まれる一体どんなことがと思って片づを飲んで再生ボタンを押したそしたらねなんてことはないつりすれいわゆるドッキリやったんです深夜徘徊をしたそれ主が子供の顔の写真の切り抜きをガードレールに貼り付けただけやったんですよ その地方の人やったら誰でも知ってるような大通りの道やったもんですから、おそらく誰かがトツを名乗り出てくるだろうと思って、自分でお花とお菓子をガードレールに置いた。それを見たトツ者が怖がってスレを立てるだろう。まあそういうことやったんです。で、まんまと騙されたのがスレ主と横田さんですよ。横田さんは胸をなでろうして、あ、そういえばと、実質の電源をつけるリモコンをピッと押してみると、なんてことはない、チカッと普通に電灯ついたんですよ。 ああ、安心した。ってことがあったよって、こう、笑いながらね、良かたさんから教えていただいたんです。まあ、そういう話なんです。でもね、おかしいんですよ。電灯がね、音もなく消えるっていうことは、まあ、伝が寿命をやったか、ブレーカーが落ちたか、どっちかなんです。でも、現に、PC などの伝統以外の家電は生きていて、電灯も翌日、普通についたってことは、ブレーカーも落ちてない。 ちゅうことは、何かが横カさんの絵の電源を消したんでしょうね。本物の心霊写真とか動画等でなくても、怖がってる人がいたら、変なことは起きるのかもしれないです。ってことを横カさんに伝えたら、えずいえずいまあ怖い怖いって方言なんですけども、で、説教されておりました。この動画を見た皆さんのところに何も起きてないといいんですけども。